ていきたいと思います。いらっしゃいませ。飲みやすい日本酒何か探したいなと思ってきたので、ありがとうございます。はい、いろいろ教えていただいてお願いします。飲みやすいのね、長崎県桃屋酒造さんの横屋の、まあ、季節限定酒になります。飲みやすい感じなんですかね。はい、桃屋酒造さんの横山は基本、フルーティーで、はい、キンキンに冷やしてファーストドリンクで飲んでくださいねって言われるようなお酒が多いんですけど、これは、まあ、秋 の、 味覚に合わせて、少し、今年最初の作りから、夏を経て少し熟成して落ち着いた感じになってますので、フルーティーなんですけど旨味もちゃんと出てて、秋の食材ともぴったり合うよっていう感じになってます。あ、じゃあここのお店のもう人気のおすすめ。そうですね、はい、フルーティーなお酒が好みですっていう方にはもう断然勧めます。いや、もうこれはもう確定ですね。よいしょ、じゃあ少し飲んでみますか。どんな味なんだろう。どうぞ。ありがとうございます。ちょっと失礼して、いただきます。うん、甘め、ちょっと飲むからいただきます。すごい飲みやすいです。あ、本当に飲みやすいですね。うん、あ、結構さっぱりしていて美味しい。え、美味しい。良かったです。飲みやすいですね。はい、あまり本当に日本酒とか飲んだことなくて、はい、なんか普段大学生が飲むようななんかハイボールとかすごいなんか、はい、アルコールぐらいのものしか飲まないんですけど、なんか最近、まあ、土曜日なんかでも、はい、本当に若い方がこう、はい、同じように飲んだことがないんですけど、うん、飲みやすい日本酒ありますかみたいに買いに来てくださる方に、やっぱり横山おすすめすると、必ずまたもう一度、あれ美味しかったからまたあんな感じのお酒ありますかっていうことで、はい、なのでもう自信持ってうちは横山を、はい、おすすめしております。ちょっと熟成もしてて、で食事にも絶対合うと思います。でも絶対飲みやすくて、本当に若い方は横山を飲みやすいって言われるので、はい、どうしても日本酒とかも知識がないので手がつけれなくて、うん、はいはい、でこういうちゃんとしたところでしっかり飲みやすいの選ぼうと思ってきたので、いやーよかったです。うちも全部ではないんですけど、やっぱりそうやって飲み比べの会であったり、こう口にする機会はなるべく多くしてまして、うん、でまあそうやってこうご要望にお応えしながらこうおすすめして、うん、で一度飲んでいただいて帰って、うん、で次来た時に感想を教えてくださいって言うと、うん、この間のどうでしたって聞くと、これあんな感じが好きですって言われると、またそんな感じのおすすめしたり、うん、こういうところでいろいろ教えていただくと、なんか自分の好きなものがちゃんと選べるので。そうですね、ありがたいです。お店とか居酒屋さんだともう多分種類とかも、そうですね、決まっちゃってますよね。ありがとうございます。じゃあまた来ます。ありがとうございます。いや、買ってしまいました。人生初日本酒購入。いやーね、家で堪能したいと思いますよ。